素晴らしいです。これはどういう形で展開されるか、まあ、今日はこういう対話の広場ですけど、こういう話を県のどこのセクションに持っていけばいいのか、そういうこともですね、また今回こういう話し分も出ておりましたけれども、まあ、こういうものを立ち上げられた、まあ、その方々がどういう方々がメンバーになっておられるのかとか、細かいことはちょっとわからないんですけども、そういうことも教えてもらえるような、どういうセクションに話を持っていって、共に、まあ、知事が持っておられる、この展開をいわゆる健康長寿、平均寿命じゃなくて健康長寿をいかに生きて日本一にという、私は第三世代出身、第三世代出身、協力をします。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。本当にね、こういった問題について長年取り組んでこられたということで、心から敬意を表したいと思います。さあ、いろいろ皆さんからね、素晴らしいご意見いただきました。内田先生、県のね、政策最後という形で、この医療政策、非常に重要なキーパーソンでもありますけど、今日の話を全部聞かれた、その最後、締めの総括をちょっとぜひお願いしたいと思います。本当に貴重なお話、たくさん聞かせていただきました。ありがとうございます。私はですね、実はベビーブームの真っ最中の生まれでして、私と同学年の同い年の生まれが270万人います。23年、22年、24年、この3年間合わせて806万人の子供がいます。子供がいたんです。現在毎年100万人くらいしか生まれてきませんから、それに比べるともう3倍近くの人間がいると。でそれが一遍に年を取っていくという、さっきの衝撃的な表がそれを表しています。で私たちの世代、今の状況を見てますと、どうやって、死んでいくのか、あるいはもっと前に言いますとですね、今65になりましたけれども、同窓会に行きますともう4分の3はリタイアしてるんですね。でみんな元気がないんです。どうやったらこの人たち、この貴重な財産ですよ、もう65年も生きてきて、でいろんな仕事をし、知識も蓄え、まだまだ体力も有り余ってるのに、家にいて粗大組扱いを受けているような、こういう人間たちをどうやったら活用できるんだろう。でさらにあと10年、15年経ったらこれがどんどん死んでいく世代になる。その時にどうやって死んでいくんだろうということを考えました。でその中で思ったのは、これは未病と全く通じるところだと思うんですけれども、自助、共助、そして公助という言葉があります。まず自分で自分の身を守るために、今日は話があっていろんな取り組み、自分に合った取り組みをしていくことが必要だと。それから2番目の教授は、人に対して何かしてあげることができるんであればそれをぜひ生かしていただきたい。その気持ちを生かして、年寄り、元気な年寄りは病気になった年寄り、あるいは弱ったお年寄りを助ける、手伝うというふうな考えが必要になってくる。そしてもう一つは、今日の取り組みにもありますように公助です。社会としてのシステムを、行政、知事を筆頭にしてですね、県としてどうやってそういうお年寄りを生かしていくかという、そのシステムを作っていかなくちゃいけない。今日はその貴重な一歩になっていくんだというふうに思います。もう一つは、私は医師です。で西洋医学というのをずっと勉強してきました。でも今日のお話を聞いても思うんです、最近ずっと思ってますけれども、東洋と西洋というのはこれ対立する考えではないんだと。西洋は西洋のいいところがある、東洋はそれにも増していいところがある。そして我々の文化、それが食であり、それから自然との共生であり、死生観であるという、そういう文化、東洋の文化という非常に貴重な財産を持っている。これをこれからの社会の中で生かしていかなくてはいけないというふうに強く強く思いました。これから知事を先頭にですね、ますます頑張っていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。今日も私自身がね、すごくいい機会を与えてもらったと思いますね。やっぱりそれぞれのところでね、いろんなこう挑戦というかもうすでになさってるんですよね。それぞれの工夫のもとにおいて、こういうのをやっぱり一堂にこう集めたいですね。ね、ここにこんなことがありますよ、こんなことだったりするんですよ。それ全部見たいですよね。どんなようなリストがあるのか。それは我々は誰が強制したわけでもなくて、自発的に皆さんが自分たちの思いの中で、だって思いは同じですもんね。元気にいつまでもいたい、
綺麗でいたいってね、その思いの中でいろんなこうやってらっしゃることが、情報というものを総合的にご提示するということ、これは県がやる仕事ですよね。でそれによって、あ、これも面白いな、これじゃあこれやってみようかなっていう、そういうふうな広がりを持てるようなそのベースを作るということ、これはやっぱりとっても大事だなということをつくづく感じました。それともやはりその食生活というもの、食を持っているやっぱり力、パワー、大事さということを、これ我々自身ももう一回この認識し直すとともに、若い世代にしっかりとこれを受け継いで、引き継いでいかなければいけないという非常に重要なテーマ、これあると思うんですよね。今日残念ながらね、対話の披露をやって初めてなんですよ。ツイッターが、来なかったんですよ。これ何を言ってるかというと、おそらく、若い人見てなかったんですよね。若い人見てなかった。でも若い人はやっぱりそういうことをちゃんと関心持ってもらわなきゃいけないというところをですね、そういったことでやっぱりこれからも我々ね、との責任としてね、そういう世代を引き継いでいくということ、これもやっぱり重要な課題だなと思いました。本来の皆さんがまだ手を挙がったままでね、ご意見伺えなかった方もいらっしゃいますけども、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいであります。今日本当にいい機会を与えてくださったというのを心から感謝申し上げたいと思います。最後にね、この2秒の話の絵をもう一回見せてください。これね、台湾の人に話をした時にね、面白いっていうか素晴らしい頭脳の人もいるんだなと思いました。この話をしている時に、これはって言って、これは西洋の考え方ですね。これは東洋の考え方ですね。つまり、何でもオン、オフ、オン、オフ、オン、オフ、イエスかノーか、イエスかノーか。これが西洋の考え方。コンピューターなんかそうですよ。1か0か、1か0か。これが全部西洋的な考え方。で、ところが日本人っていうのは、本当はこうだったんですね。こういう曖昧な日本の考え方に対して、それではダメなんだ。イエスなのか、ノーなのか。それを言わなきゃダメなんだ。だから日本じゃダメなんだってずっとなんか我々言われてきてた気がするんだけども、でも今あの超高齢者になった時にこの曖昧といったものは実はとっても大事なものの考え方なんだ。これをどう乗り越えるかということを考えていくということ、それも来年は課された大きな課題なんだということをその台湾の若い人と話をした時に、彼がそのことに気づいていってくれたんですね。だから我々はやっぱりね、この曖昧さ、乗り越えていくということが本当にしっかりできていけば、これこそがやはり、その高齢化の社会を乗り越えていく、その神奈川モデルを作るんだという作業だと、私は思う次第でありまして、これをぜひ皆様と共にね、進めていきたいと思っているところであります。ところで、最後に、一つだけ皆様に、前半のその司会の中でありましたけれども、お願いが実はありますので、ちょっと映像だけ見せてください。音出さなくていいです。映像だけ見せてください。実はあの神奈川の塔というのがあるんですね。全然違う話ですけども、神奈川の塔というのがありまして、沖縄にマブニの丘というところがありましてね、そこであの南方地域で亡くなった神奈川県に遺骸のある方たちというもの、その方たちのね、あの慰霊塔というものがね、実はあるんです。神奈川の塔というんですね。これ各県全部あるんです。ところが神奈川の塔は今大変な老朽化が進んでおりまして、ボロボロなんですよ。でこれをもう建て替えなきゃいけないということなんですね。そこで建て替え整備しなければいけないといった時に、じゃあ県がドーンとお金を出してそれやればいいですが、でもどうでしょうかね、神奈川の塔そのものの存在を知らない人たちというのがどんどん増えてきてるんじゃないでしょうかね。そしたらば、ただ単に県がポンとお金出して整備するよりも、みんなで少しでもいいからそのお金を出すことによって、あ、そうだ、あの戦争の時に神奈川の人もあの戦争で南方で亡くなったんだということを確認しながら、こう再建に向けて県民運動を起こしていくという方がよっぽど大事なんじゃないかな。この方がそのハード